皆さんこんにちは。オーダー強化に力を入れた結果、100万コイン近く吹っ飛んでいきました。みるみるでございます。というわけで今回の動画はこちらの動画になります。はい、先日からですね、こちらこのねプロスピエースの上にも表示されている通り、最強決定戦の開催、こちらのねエントリーがついに始まりました。このね最強決定戦、純正チームでねプロスピエースをプレイされている方にとっては、もうまさにね勝負どころ、一大イベントといえるイベントでございます。というわけで今回はこの最強決定戦、ヤクルト限定リーグに向けて丹精込めて作り上げた私の純正ヤクルトオーダーご紹介していきたいと思います。今年のオーダーはですね、例年よりも正直出来がいいオーダーになってるかなと思っておりますので、皆さんにぜひご紹介していきたいと思います。というわけで今回の動画テーマはこちらになります。はい、今回は1本立てでございます。2020年シリーズ2最強決定戦ヤクルト限定リーグ参加オーダー紹介というところでやっていきたいと思います。いつもの通りね、概要欄の方にタイムスケジュールを記載しておきますので、今回は特に長めの動画になるかなと思いますので、お好きなところから動画をねスキップしながら見ていただければ幸いでございます。それでは早速いってみましょう。はい、それでは早速最強決定戦オーダーの方を見ていきたいと思います。はい、こちらが今回私が丹精込めて作り上げたみるみるスワローズ2020年最終形態でございます。はい、ぜひ皆さんにご紹介したいと思います。今回はですね、本当に引きがいい2020年シリーズだったと思います。ですのでオーダーも結構頑張れてます。それでは早速ご紹介していきたいと思います。まずですね、オーダー一人一人よりもこの数値を見ていただきたい。はい、チームスピリッツ8万3000飛んで32という感じになりました。いや、頑張ったと思います正直。はい、無課金純正とはいえね、ここまでスピリッツをね上げられるんだといったような感じでございます。それでは一人一人ご紹介していきたいと思います。まずキャッチャーからいきましょうかね。はい、キャッチャーがこちらでございます。はい、古田敦也選手でございます。先日のね動画で今年の2020年バージョンの古田選手見事に外しまして、2019年シリーズ2の古田選手で最強決定戦挑みたいと思います。スピリッツ解放の方しましたので、上限はプラス100の3302というような感じになっております。まあね、どうしてもスピリッツで言うと200ほど劣ってしまうので、まあ若干苦しい戦いになるっていうのは間違いないんですけれども、なんとか頑張ってもらえればいいかなと思っているところでございます。ツバメの要として頑張っていただきたい。続いてファーストがこちらの、はい、ペタジーニ選手でございます。やはりねこのバッティング能力は健在というところでございます。はい、安定のファーストでございます。ミートウェイパワーへ、かつこのファーストの守備力というところで、2020年シリーズまでのねファーストの中では最強の選手なのかなと思っております。はい、このペタジーニ選手クリーンアップをね任せていますので、この人のねバッティングによって順位がね大きく変わってくるかなといったところでございます。続いてセカンドがこちらです。はい、山田哲人選手でございます。はい、こちらね2020年シリーズ2の山田哲人選手をね無事手に入れてます。そして称号がね圧倒的なミート力が無事つきましたので、ミート A80 に乗ってでオール A という形でオーダー入りすることができてます。スワローズのね純正だとみんなセカンドは山田選手になるかと思うので、とりあえずこのオール A にできたってことはかなりでかいかなと思っております。まあ一つ気になるところで言うと、リーグの成績とかを見てると結構セカンドでね山田選手エラーをしてるんですよね実は。はい、ここはねまあ仕方ないところなのかなと思いますが、なんとか失策をね少なく乗り越えてくれればなといった感じでございます。はい、特殊能力もね全部マックスまで上げました。特能今回ね結構頑張ってます。はい、続いて3塁いきたいと思います。3塁がこちらです。はい、岩村明憲選手ですね。プロスピエースチャンピオンシップ OB、 こちらの岩村選手です。しばらくね3塁は村上選手を使っていたんですが、守備にね若干不安があったというところ、この岩村選手のね加入によって無事サードがねバシッと決まったなというところでございます。スタンドパワーヒッターですし、能力もねほぼ村上選手並みというか、なんなら村上選手よりちょっと上ぐらいの能力なので、安定したサードを任せられるかなといったところでございます。岩村選手以外のね三塁を使おうとすると、まあ村上選手を入れるか、あとはですね広岡選手とか、まあ、西浦選手を入れるような形
形になりますので、清村さんを使うのが個人的にはベストなのかなと思っております。はい、続いてショートですね。ショートがこちらです。はい、西浦選手でございます。まあ純正ヤクルトでいうとこのショート枠っていうところもね、この人という選手がねなかなかいなかったので、純正ヤクルト組まれてる方は難しかったと思いますが、私は西浦選手がオーダーに入りました。あとはですね、広岡選手だったりとか、あとタイムスリップでいうと宮本選手だったりが登場したんですけれども、打撃能力とね守備能力のバランスでいうと、まあ西浦選手がね現状でね一番バランスの取れているショートなのかなといったところで西浦選手採用しております。続いて外野いきたいと思います。外野がですね今回結構迷いました。はい、まずここですね、一番悩んだのがレフトです。はい、こちらです。2017年シリーズ1ラミレス選手を今回レフトで起用していきたいと思います。スピリッツはね3300というところで、比率解放によって上限がなんとプラス800されております。限界の限界を超えているというような感じになっております。今までねバレンティン選手がレフトでね固定でほぼ入っていたので、結構レフト枠っていうのがね難しくなってます。青木選手がね能力少し高めでレフト登場してるんですけれども、2020年シリーズ2でねレフトとして初めて登場したので、そこの青木選手を手に入れられてない場合はレフト本当にポカッと開くような形になります。そこでね坂口選手だったりとか広岡選手だったりとか、まあ、中山選手だったりとか結構候補上がってくるんですけれども、最終的にリーグのね成績を見るとラミレス選手がですね結構率を残してくれるということが分かったので、今回はですねラミレス選手レフトで起用していきたいと思います。チャレンジでございます。どこまでね頑張ってもらえるか期待しております。続いてセンターがこちらです。はい、青木宣親選手でございます。スピリッツはね3400というところで、この青木選手をね3500の方手に入れられなかったっていうところが若干ね痛いんですけれども、まあ称号つけてねミート83の A というところ、能力はね基本的に高いので、まあなんとか頑張ってほしいなというところでございます。このね青木選手守備能力は高いんですけれども、適性が C の60というところで、まあ飛び抜けて高いかというとそうでもないんですよね。なので守備範囲がねちょっと不安なところはあるんですけれども、まあセンターで起用できる一番の選手今青木選手しかいないというところで青木選手使っております。特殊能力もねバッチリ上げております。続いてライトです。ライトがはい稲葉選手でございます。こちらもですね契約書からの神引きで手に入れられた選手でございます。このねライト稲葉選手っていうのがかなりいい活躍をしてくれますので、結構ね打線に厚みが出てるなといった感じでございます。能力もですね非常にバランスいいですし、またね守備に関してもライトの適性がね B の76と非常に高くて、スローイングも安定してますし、センターで青木選手の守備範囲がね若干狭いところを稲葉選手でなんとかカバーしていきたいなというような感じでございます。はい、そして DH ですね。 DH でこちらはい村上選手を使っております。スピリッツ3530というところでね称号チャレンジをしてね勝利の使者がついておりますので、スピリッツ3530の村上選手というような形でございます。若干守備に不安があるというところで今回は DH 起用とさせてもらっております。はい、アニバーサリーでね60連で手に入れてからチームリーダーとしてねずっと起用しておりますので、このね村上選手のね打撃成績も順位に大きく影響してきますので、この村上選手ね期待していきたいと思っています。選抜打者をねレベル5まで上げたので発動が 100% になっているところ、これはねちょっと大きいかなと思っております。あとはベンチですね。はい、ベンチの選手がまず坂口選手でございます。はい、こちらはねスピリッツ3500というところで、まあやはりこの坂口選手をレフトに入れるっていうのも全然可能なんですけれども、まあ若干バッティング能力が低いというところがありますので、守備交代要員そしてダイソー要員といったような形で、まあ、使えればいいのかなといった感じで入れております。続いてベンチ2人目が広岡選手でございます。はい、このね広岡選手シルエットミキサーからね爆弾してくれたこの広岡選手でございます。極みでね登場というところで、なんと称号チャレンジしたらバズーカーがつきまして、ミートがね 56D と低いもののパワーが 75の B まで上がりました。はい、本当にねロマンのある選手だなといった感じでございます。ラミレス選手の代わりにね広岡選手っていうのもありだったんですけれども、捕球 37F スローイング 45の E というところで、まあこの守備能力ではさすがにレフトには置けないなといった感じです。なんならラミレス選手の方が
ここは守備能力高いので、まあちょっと仕方ないなといったような感じでございます。ベンチ3人目がこちらです。はい、雄平選手でございます。はい、雄平選手もスピリッツ3500で手に入れましたのでオーダー入りしております。もともとねライトのスタメンで起用してはいたんですが、稲葉選手をね手に入れることができたのでベンチになったといったような感じでございます。雄平選手はね代打回こちらがついてますので、まあ代打でね登場するタイミングが正直どれだけあるか分かりませんが、代打で登場した際にねこの代打回が発動すればいい成績を残せるかもしれないのでね、その辺期待しておきましょう。ベンチ4人目がこちらです。中山選手でございます。こちらはスピリッツ3400シリーズ1のですね中山選手になります。まあこのね中山選手は貴重なパワー型というところで、まあちょっとね試合での出番は正直少ないかもしれませんが、チーム全体のねコンボに影響しているので、そういった部分でね貢献してくれている選手でございます。はい、野手メンバーはこういった感じになります。まあ、ネックはねスピリッツ解放で使っているこのラミレス選手、そして古田選手ですね。この2人がどこまで活躍できるかっていうところが正直かかっているかなと思います。他に関してはねもう3500というところで、スワローズ純正で考えていくとかなりベストなオーダーが組めているかなといった印象でございますので、このね野手陣でどうにか頑張ってほしいなというような感じでございます。はい、では続いて投手の方を見ていこうと思います。投手オーダーもですねかなり頑張ったんじゃないかなと思っております。それではね先発の方から順にご紹介していこうと思います。まず先発1番手がこちらでございます。ライアン小川選手でございます。はい、2020年シリーズ2というところでね安定のエース枠でございます。まあスワローズのね通常 S では最強の先発投手といったところで、大体のチームがこの小川選手エースになってるかなと思います。今回ですね称号針の穴を通す制球というものがつきまして、なんと制球がね A81 まで上がりました。球威は若干下がってるんですけれども、このね制球 A がどこまでね成績に影響してくるかというところ、これが非常にね期待しているところでございます。続いて先発2番手がこちらの選手でございます。はい、長谷川選手でございます。2020年シリーズ2スピリッツ3500の長谷川投手でございます。まさかのね先発起用です。先発のね S ランクというところ、実は集まりがそんなに良くなくてですね、その分中継ぎが充実しているというところがありますので、この長谷川選手ありがたいことにね投手適正先発 B ございますので、今回この最強決定戦では長谷川投手先発でね頑張ってもらいたいと思います。先発3人目がこちらです。はい、高梨選手でございます。こちらもですね先日のシルエットミキサーで神引きをすることができました。ギリギリのね戦力強化といった感じでございます。はい、これは本当に大きい。またですねあの後称号チャレンジをしまして喧嘩投法がつきました。喧嘩投法によって制球マイナス1とね1下がってしまったんですけれども、球威 73B スタミナ 73B の球威スタミナ同値という形が出来上がりまして、これもですね地味にありがたいところでございます。2020年シリーズシリーズ2のねヤクルトの先発陣の中では高梨選手能力高めの選手になっておりますので、まあ、今回ね先発3枚目でなんとか頑張ってもらえればなという感じでございます。先発4人目がこちらでございます。はい、高橋奎二投手でございます。こちらがですねシリーズ1のスピリッツ3400になります。はい、ここねシリーズ2の3500の方入れたかったんですけれども、引くことはできずあえなく3400を使っているような感じでございます。ちょっと制球が低いというところでフォアボールなど心配な部分であるんですけれども、まあスワローズの中では貴重な先発の駒というところでなんとか頑張ってほしいなというような感じでございます。続いて先発5人目こちらの選手でございます。はい、石川投手ですね。エキサイティングプレイヤーの石川選手になります。こちらも3500の方が入手できなくてあえなく3400という形になっております。基本能力に関してはやはりスワローズの投手陣でもかなり高い方なので、スピリッツね3400というところではありますけれども、なんとか先発で試合を組み立ててもらえればというような感じでございます。はい、続いてね中継ぎ陣いきたいと思います。中継ぎのね1人目がこちらです。はい、清水昇投手でございます。こちらもねできればタイトルホルダーの清水選手をね手に入れられたら完璧だったんですけれども、まあ3500の清水選手でも十分に戦える能力ではありますので、中継ぎエースとして頑張ってもらえればと思っております。奪三振20丸レベル5にしましたし、タイピンチもねレベル5にしましたんで、まあもうピンチはね全部清水選手を抑えてくださいというような感じでございます。中継ぎ2人目がこちらでございます。はい、マクガフ選手でございます。はい、シリーズ2のねこちらもスピリッツ3500でございます。まあここもねスワローズの中継ぎとしてはかなり安定した投手でございますので、中継ぎのね2番手として十分活躍してくれる選手
だとは思っております。本当にこの辺スピリッツ3500で揃えられたのは本当に大きいなと思っております。中継ぎ3人目がねこちらでございます。はい、石井博俊選手でございます。もう若干懐かしささえある2020年シリーズ1のねタイムスリップの石井博俊選手でございます。一時期ね抑え投手として使っていたんですけれども、3500の選手も徐々にね増えてきたというところで中継ぎの3番目として起用しております。まあ9位の 86A というところやっぱり圧巻ですので、まあスピリッツ3400ではあるけれども、なんとか3番手で頑張ってもらえればというような感じでございます。続いて中継ぎ4人目がこちらです。はい、梅野投手でございます。はい、こちらもですね3500で手に入れることができました。称号によって9位 A も取れる選手だったので称号チャレンジね頑張ったんですけれども、まあ技巧派となってしまって9位 A までね届かなかったのが若干残念なところではあるんですけれども、それでもね全然問題ないかと4番手でぜひ頑張ってもらいたいですね。そして抑えピッチャーがこちらでございます。はい、石山選手でございます。はい、こちらもスピリッツ3500のシリーズ2というところで、ここも本当に入手できたの大きいですね。これはクリスマスあたりにね行われたプロスピ交換会でもらえた石山投手だったので、あのイベント本当に神イベだったなと今でも思います。なんと称号で針の穴を通す制球がついてしまいまして、なんと制球型の石山選手になっております。はい、コントロールのいい抑え投手という感じで、クローザーとしてね勝ち試合をしっかり抑えていってもらえればなと思っております。そしてベンチの投手がこちらです。はい、近藤選手でございます。こちらもねスピリッツ3400というところで、まあね少し能力的には下がってしまうところなんですけれども、まあ今年でねオーダーに入れられるのも最後かなというところもありまして、ベンチにね入れているような感じでございます。まあ登板することはねベンチなのでほぼないかなと思いますが、このね9位 B74 というところで、こちらもねコンボにしっかり活躍してくれている選手なので、ありがたく起用させてもらっている選手でございます。はい、というわけでね投手の方も思ったよりもシリーズ2 3500の選手がね集まったなと個人的には思っております。若干先発のね2枚高橋選手と石川選手がちょっと心配なところはありますが、ここはねなんとか頑張ってほしいなというところでございます。というわけで以上投手のご紹介でございました。あとはですねオーダーのデータの方も見ていこうと思います。はい、というところでチームスピリッツこちらがね83,032というところで、過去オーダー紹介した時あの時がチームスピリッツ確か80,032だったと思いますので、ちょうどプラス3000といったような感じでございます。かなりね頑張った方だと思います。最大コンボ上昇量のところが9980というところで、できれば1万に乗せたかったんですけれども、まあちょっとねオーダー育成間に合わないというか、ここがね限界の数値かなといったところでございます。あとはですね今回頑張ったのがこの特殊能力レベルのところですかね。はい、実はですね今まで特殊能力の方かなりおろそかにしていまして、とりあえず特殊能力はね全体レベル1にしとけばいいかなと思っていたところだったんですけれども、今回のねオーダー過去のね中でも一番完成できたオーダーだなと思っておりますので、今回ちょっと特殊能力頑張りました。まあ理想は360まで行きたかったんですけれども、時間も足りませんし素材も足りませんしコインも足りないので、今できる最大の特殊能力レベルまで上げられたかなと思います。能力チャートに関してもまあスワローズ純正だと大体こんな感じになるのかなと思います。あとは発動コンボのところですかね。はい、やはりね最強決定戦で上位を狙うにはこの極みスワローズ魂がどれだけ出てくれるかというところがもう大きなポイントかなと思っております。このね極みスワローズ魂ってっていうのが結構純正でもね出ないっていうところが意外とあるんですよね。極みじゃなくて超スワローズ魂とか極みセリーグ魂なんていうところがたまに出たりするので、一番上のね極みスワローズ魂この星5のコンボが出るかどうか、ここが一番のポイントだと思っております。あとはですね特殊能力240まで平均上げたことによって、この、はい、結出した才能の連携こちらをね発動させられたことはね結構大きいかなと思っています。あとはこの超大胆不敵そして超力戦奮闘、この2つがねどうにか出せたというところもかなり大きい点かなと思います。あとは今回特殊能力をやはり頑張ったというところで、こういった極み直球勝負ですとか極みパワーヒッターズとか極みドクター系とかですね、こういった極みなんとかこの辺のコンボもですねポンポン出るようになりまして、コンボでのね能力アップもなんとかして戦力のね底上げを図れればというような感じでございます。はい、あとは打順です
かね。打順ご紹介していきますと、こういった感じになっております。1番が山田選手、2番が稲葉選手、3番がペタジーニ選手、4番が岩村選手、5番が村上選手、6番がラミレス選手、7番が青木選手、8番が古田選手、9番が西浦選手といった感じになっております。今までね、ジグザグ打線の方を意識して右左右左という形で交互に組んでたんですけれども、今回はジグザグ打線は一旦取っ払いました。はい、能力で完全に打線を決めております。ヤクルトの選手はね、基本的打撃能力高い選手が多いので、もう結構ね、打順はね贅沢に組めるところではあるんですけれども、山田選手と稲葉選手のこの 1,2 番でね、なんとか出塁をして、ペタジーニ選手、岩村選手、そして村上選手でね、ランナーを返していくと、得点をしていくというような形ができれば理想かなと思っております。はい、というわけで最強決定戦ヤクルト限定リーグのね、参加オーダーご紹介していきました。今回のですね、オーダーは今までのね作ってきたオーダーよりもかなり完成度の高いチームになったなと思っております。まあもうちょっとね、特殊能力とか頑張れよという部分はあるんですけれども、まあ無課金というところと限りある時間をなんとか費やしてここまで強化できたので、もうほとんどね悔いはないかなというような感じございます。今年の神引きを集めたこのオーダーでね、最強決定戦ね、上位を狙って頑張っていきたいと思います。まあ目標は500位以内に入れたら嬉しいなというような感じでございます。過去1回だけ500位以内に入ったことがあるんですけれども、それ以降ね500位以内取れてないので、まあ最低500位に入れたら嬉しいなという感じでございます。というわけで最強決定戦ヤクルト限定リーグ参加オーダー紹介でした。はい、というわけで今回は最強決定戦に向けてのね、無課金純正ヤクルトのねオーダーご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。おかげさまでね、このチャンネルも少しずつ視聴してくださる方が多くなってきまして、スワローズ純正やられてる方もね多くいらっしゃいますので、同じねフィールドで戦えるかなと思いますので、非常にね楽しみにしております。よかったらですね、皆様の純正ヤクルトチーム状況ね、スピリッツはねこのぐらいだよとか、俺はもっと強いぞとか、そういうコメントねいただけたら非常に嬉しいので、ぜひコメントねいただけると幸いでございます。もうこのイベントがね2020年シリーズのね最後のイベントになりますので、集大成としてね最強決定戦楽しんでいきましょう。このね最強決定戦の途中経過とか結果の方もね、動画にねしてあげることができたらあげていこうと思いますので、チェックいただければ幸いでございます。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。プロスピエースの動画、今後もね無課金純正ヤクルト目線で動画を撮っていきたいと思いますので、動画へのご意見とかご感想とかありましたら、ぜひコメントまでいただけると幸いでございます。またですね、今回の純正ヤクルトオーダー良かったよと、最強決定戦頑張れよと思っていただけた方は、ぜひ高評価チャンネル登録などもしていただけますと、動画投稿のモチベーションにさらにつながっていきますので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回のプロスピエースの動画でお会いいたしましょう。それでは。